都カルと僕とときどイルミナティ。このポッドキャストは若手放送作家の二人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾うわ噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。 はい、どうも、都市ボーイズ、吉本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。はい。あれ、どうしたんですかうんこしてんですかええ。決まってない、別に。そんな感じだった、今。あいソウルフルな感じでね、今日はやっていこうと思ってるんですけども。やっていきましょうよ。あのね、うん。ま、都市みなてい。今日やっていくわけなんですけども。やっていきましょうよ。元気にね、やりたいと思って、 元気にやってこうかなと思ってたんですけどちょっとねやっぱ気分的にこれできねえなと元気にはあんなあんなニュース飛び込んできたらこれはおやっぱできなくなりますよ僕を大尊敬してる人が暗殺されてるわけですから暗殺この時代にいやこの時代にもも何 まあまあ、そうあるかもしらんけど、そんなのニュース飛び込んでました、暗殺なんて。いやいや、もう。あれかなえチャットモンチーが解散するから、そういったなんか理由とか暗殺。<laughs> チャットモンチーが暗殺,たた暗殺されたとしたら僕元気にできます。別に。<laughs> 普通にできます。いや、解散し違いますよ。うん。ノーベル平和賞を取った方が、うん。暗殺されたっていうニュース。うん、え 飛び込んでこなかったですいや俺は知らないそんなのそんなのあったら耳に入るはずですけどねいやもう持ちきりでしょ、うん、街はこの話で<え>俺はそうだと思ってるんそんなことないわえじゃあ聞いたことないんですかないないない,ない演説とか最近演説演説なんて聞きに行ったことないですよアイハバドリームって聞いたことないんですか <laughs> マジかちょっとあなたあれもうちょっといろいろなんかねそ考えた方がいいですよ<れ>人種的なことをね ええ、な、何キング牧師じゃないですよねいや、キング牧師ですよ。キング。マーティー・ウーサー・キング。アイハバ・ドリームで始まるから、あれもしかしたらキング牧師じゃないかなと思ったけど、<laughs> キング牧師なんですかキング牧師。いや、この間ね、うん、テネシー州メンフィスで、暗殺されたっていうニュース飛び込んでこなかったですか、うん、ダメだ、この人。また、やっちゃってる。時間旅行してる。<laughs> <laughs> あれいやいや。時間旅行今、はい。ちょっと、何年だと思ってるんですか え、今って、1968年4月4日じゃないんですか <laughs> この前もそこら辺ロールしてたな<笑><笑>、うん。行きやすい。<laughs> <ー>その辺の時間中行きやすい。い,ね、いや、今違う今はもう2018年ですよ、あなた。2018年、うん、あ、2018年か。<laughs> うん、2018年。そうか、なったばっかりだったね。うん、月です。ちょっと間違ってたわ。うん。 もうそうか。やっぱね、年またぐと分かんなくなっちゃうね。いやいや、そ,ののそういうことじゃない。それは、年代、17年か18年間,間違えるとて分かるけど、ねうん、そんな50年も遡るようないことしないから。<laughs> いやー、そっか。うん、あ、じゃあ俺が得た情報ってそんな最近じゃないんですよ、ね。いや、古いっすよ。よう今耳入ったな、ほんで。今暗殺されたっていういー,ユースがい。いや、びっくりして。って <laughs> ことはもう一人頭おかしやつ言うぞ。<laughs> おいおい俺に情報与える頭おかしい奴が。キングボクシー暗殺されたなっていう奴がおるぞ、え、マジでマジで何その会話。やべえわ。今度かなって思われちゃう。いやもうね、あのそっか。じゃあみんな知ってるからな、もうこの話は。もう、テロとかじゃなくてもね、あの歴史だからな。あ、歴史なんですね。そうなんですよ。あのー、1968年にね、あのキングボクシが、 ジェームズ・アール・レイっていうね、うん、まあ白人男性によってこう、撃たれて、うん、えまあ暗殺されてしまったということでね、まああの、僕の中で大ニュースとして、今日取り上げようかなと。うん、そしてね、まあこのなんで取り上げようかと思ってたのは、これね、あの暗殺、うんうん、まあいろんな陰謀説があるんですけど、ね、なんかね、2017年の11月頃に、うん、FBI がケネディ大統領のなんか、うん そのなんだっけ秘密にしてた文章のあった状まを開示しようとって、ね、開示するってやつしし、ねうん、それの中に、うん、なぜかキング牧師の暗殺にまつわることとかがあったんじゃねえかっていう話が出てて同じ機関がやったかもしれないっていう情報ですかそれはとか、うん、まあまあそ,そういう、まあ、まあちゃんと解明されてないんだけど FBI が <laughs> その。 結構ね、キング牧師ってすごいいい人のイメージでしょまあ、ノーベル平和賞も。あの、やっぱちょ女性関係でだいぶスキャンダルがあったと。うん。まあ、かなりの女好きだったんじゃないかっていうのを FBI が。I've a d r e ってそうそう、言ったんですよね。お前もね、俺の夢の一部だみたいなのっ言って、口説いたんだと思うんですけども。いや、それをね、FBI が元に、 金牧師をこう脅してたみたいな話とかが出てきたりとかしてて、えー、まあそれもともとあったの、うん、話はあったの陰謀説としてまあそんなねえーうん、女性すごい特会引っかえしてたみたいな情報が出たらそう、ね、イメージとかねそう,そうまあ一 イメージで食ってるだろうから。<laughs> まあそうね。<laughs> 食ってるって言い方どうかと思うけど。けどね、そうでもまあそれが、その当時の FBI の捜査情報とかが結構出てきちゃったみたいなので。まあだからたまたまなんだけど、うん、ケネディの方から残されてたやつとかで出てきたっていうのがね、うんうん、あったんで。まあその、 最近の最新のね話とちょっと混同しちゃった部分も僕あったのかと思うんですけどもその情報を見てだから初めてキング牧師暗殺されたっていうの知ってたんですそうですねじゃあだからずっと生きていると思ってたんですね僕はね、うん、僕でも僕はね英語の授業で中学校の時アイハブドリーム暗唱させられてましたけどね<ー>よく考えると、うん、そうなんですねすごいえっ むちゃむちゃいい学校行ってたんすか <laughs> やばい、え、みんなやばかったよ、これ。いや、俺覚えてない、そんなの。アイドリーム覚えさせられるみたいななかった黒人でしたっけ岸本さん。<laughs> いや、ちょっと、まあまあ、その部分あるかもしんないけど。すごいな、それ。い<や>俺それは知らない、そんなの。テストみたいなのあったよ、みんな。あたって学校行ってないからか。あまあね。うん。ああなたはね、そういう差別とかのね。うん むちゃくちゃアウトローだったからね。学校行ってねえんだよな。まあまあまあ。あ学校行ってないってのは多分事実なんでしょうね。超アウトローだったよなるほどね。はいはい。わかりました。はい。わかりましたって。じゃあね。ということで。そっちだから僕か間違した。かりました。そう。着地あなたがおかしくなってる感じになって。俺が飲み込んでんだからね。はいはい。まあでもね。 一回聞いてみたらどうでしょう。まだ68年、9年にいるじゃねえか。はい。ということで、えー、今日も、ちょっとね。じゃあもう暗殺されたん、昔なら、今日も元気にやれますわ。僕も。ですね、よかったよかった。大丈夫です。元気出てよかった。気にしないでください。気にしないでくださいね。はい。やってください、だから。はい。あなたの夢を語ってください。元気出たな。うん。あのね、じゃあ僕、都市伝説。 語らせていただきますよいいんですかドリームじゃなくてアイハブアーバンレジェンド思ってんだちゃんとちょっとやらせていただきます教えて都市伝説はいはいまあ話したいこと話すっていう企画ですはねうんあの1月入って13日のことです1月十三日18年1月十3日のことです僕ね中澤さんとあと坂さん ゆめろうさんの僕合わせた4人である妖怪探索に行ったんですよまああれですよねだからタートルカンパニーの面々とちょっとじゃあ行こうかってなって何回しようとそうそうそうんかちょっと遊ぼうだからそうですそうです何かしようじゃないかということでちょっとある妖怪探索に行ったんですよその日のことを話させてもらおうかなと思ってます結構面白かったその日のことがね 一つ目小僧探索なるほどはい、うん、なんですよ一、まあ、つ目小僧っていうとまんまですよあの目が一つ目でねうん、うん、のまあ,あの子供の、うん、妖怪で結構あのー、坊主のイメージだう、うん、そうそうそう絵まあね、うんまあ、いたずらをしてくるやつもいたりとかうん、うん、あの保、ー、坂さんの話だと未来予知をするような一、えー、つ目小僧もいるなんて話もしててみんな好きなの みんな好き妖怪みんな好きああそうなんだで行こうってなってで行こうってなったら夢郎さんのそこがんかねもう13年ぐらい住んでるみたいな感になってそこにそこにもう伝承があった場所にああ地域そうそうたまたまでしょそれはたまたまじゃあ一緒に行こうかってなってで4人で行動するわけですよ珍しいね集団行動 もうちょっとドキドキしながらね前日寝れなかっただいぶ久しぶりじゃんそうそうで当日じゃあ座間にねうんそういうそう神奈川県でしたっけ座間市にそういう伝承があるからじゃあ座間の駅に11時に集まろうっつって集まるわけですよ4人ぐらいね集まってじゃあどこ行きましょうかってなってもうそこで喧嘩してるんですよ誰があの夢郎さんと保坂さんが うん <laughs> <laughs> あの「こっからのマップって分かるんですか?」みたいな「うん、僕はこの駅よりももう一個先の何々駅だったらあのご案内できたんですけど、うん、ここは全然分からないんでお願いしますね」って言って。 それはさんねどっちがどっちが分かんねえからお願いしまんね。夢郎さんが言うわけですよほんならさん分かりました僕がご案内するんでって言って似てるなホントにマップかな分かんないなんかのマップ開いて携帯電話でねご案内しますって言ってふーと行くわけですよで11時に言われてるからご飯食べますかって話になるじゃないですかそこで作戦会議とかしますかって言っててそしたらうんどっちでもいいっすみたいになってみんなその こういう集団行動したことないタイプだから、俺もそう思ったわ、今。<laughs> で、イメロさんだろう。おそらく、すごくあの、友達が多いんですよ、うん。 ああまあまあ、うん、なんか、つながりもね、多いらしいね。そう,そう。他の三人は、友達いないタイプの人だから、<laughs> もうどうしたらいいか分かんないから、どうするどうするってなって。全員、うん、さ、任せるタイプな感じだよね、<分>どっちでもどっちでもどでも。あ、じゃあ、ここ入ります。どっちでもいいですよ。じゃあ、やめときましょうか、みたいな。あ、じゃあ、ここはどうですかここはなんかもう、駅前ですごい大きいですよ。どうしますうん、どっちでもいいですよ。うん、じゃあやめときましょうか、みたいな。なんで、どっちでもいいのに <laughs> やめとくんだよ。行きゃいいじゃん。それが続くんですよ。うん。 あここ行きますってなったところの前をスーッと通って通り過ぎるみたいなのがあって何回かでそしたらんかあのだなスーパーがあるとスーパーでじゃおにぎり買うかって話になってあもうじゃあピクニック的な感じで公園も近くにあるんでっていうメロさんが話されていてすげえ大人が集まってスーパー入っておにぎり大人で数個買うてお茶買うて それでスーパー後にするわけですよ別にねあの駅前のなんか飯屋で食べりゃよかったんじゃないのっていいい普通屋根があるとこ行くでしょてて大人ならもし岸本さん一だったら、うん、なんであんなたくさんあったのにおにぎりなんだよとかって言えるわけですよ、うん、言うよね、うん、ちゃんと選ばとけよ,い選ばないよその選択肢見とけよマップを <laughs>、うん、もう他ねえだろというかもう全然行ってももう本当に他がねあのこのまま真っすぐ行っても目的地しかないんですよ それ以外のものがもうないっていうことすよ。普通にも当に閑静な住宅街になってるからだからもうないこと分かるんですよ見てね何やってんだって言えるけど本当に最近できたグループで友達みたいなんできたのも初めてだからどう扱っていいのか分かんなくて「おにぎり美味しいですよね」しか言えなくてみんな年上だしあそっかそっかお前が最年少なの俺が最年少ですそっか俺が末っ子みたいになってて まあわがまま言ってもよかったんでしょうけど。そうだよね。役割的にはいいんじゃないの、うん、言えなくって、なんか、うん。まあ、そのまま進むわけですよ。でも産休おにぎりがベストぐらいのことを言って、僕も。うん、おにぎりいや、これ結局、これが一番よかったですよね、うん。これが結局いいっすよね。だって、あの、お腹減ってない人もい,いるかもしれないしな、今。<laughs> これはもう、これはもうおにぎり買ったら、おにぎり買ったらお腹空いてる時に自分で歩きながら食べられるしな、今思えばこれが一番いい選択だったなってなことを言う。一人言うでうぜいうわけですよ。これが一番良かったなって言っておにぎり持ってね。まあまあまあ。ほんであの、気をね袋をプラプラさせながら運命ですよみんなね。本当に小学生みたいなのね。4人が4人ともね、ふーっと歩いていって、小坂さんが、 道違えやっつって。道わかんねえやっ,って言い出して。<laughs> <laughs> どうしようかなーってなって。うん、あだから、もう一個先の駅だったら、僕わかるんですよって言い出して。夢廊さんが。うん、でも、もう一個先の駅に行くっていうことは、また駅戻らなきゃいけないわけじゃないですか。で、電車乗って,電車乗って先行かなきゃいけないから。面倒、ね、めんどくさいから、どうしようと思ってたら、細川さんが、いや、調べます、一からって言って、わー、調べてくれて、うん、で、行きましょうってなって、また進むわけですよ。リスタートだっつって、またわーっと行って。うん、ほんなら、もう、ちょっと、 10分ぐらい歩いたんかな角曲がったらもう一つ小像の墓あるんすよもう終わるんすよ旅1時間ぐらいであだから時に道中いろいろあると思ってたんだ12時には着いたああ集まって集まってそうそうでこれそれがこれなんですけど写真ね一つ目小像のあっりの方が長えじゃんこれな何なの一つ目小像の墓なんですよ墓ってどういうことって言われてるもので それが妖怪かなって思いきや、うん、あの短眼症っていう病気で、なるほどね。一つ目しかまあ生まれつきない子供がいて、その子が、うん、あの亡くなったお墓をここで弔ってるっていうものだったんですね。うん、ちゃんとした由来があるってことね。そうなんです。だからもうあ,はんはんあの普通の二つ目のちゃんとしてよく見る地蔵ですし。うんうん うん、でお供え物とかもあったりするわけですようん、うん、結構備えられてておもちゃとかもねあったりしてんで、えー、まあまあ旅終わったんですよねえ <laughs> これメインでしょだってこれがメインでしたこれがこれをしに行ったんでしょこれをしに行ってもう終わりましただから1時間ぐらいで <laughs> えそれでも、うん、みんな分かってたことじゃないのいやあのもめっちゃ奥だと思ってたんです あみんな今知らないんだ知らない場所った正確な場所は知らなかった<ー>こんなすぐだと思ってなくて11時集まって12時すぎるやもに終わっちゃって<ー>全部することなくなってそこからどうするんだどうしようってなって「うん、あそれは僕お供え物持ってきてるんです」って言って、うん、ユメロさんが、うん 結構女性らしいなと思っってててて持き女子力超高いよね何そのチョイスと思ったんですけどいや別にいいそれそこは別にいいだろうね女性らしいななんかすごいなっていや分かる分かるそんななんかお供えしようとかって思ってなかったから思ってねえのは俺どうかと思うけど思ってなかった思ってなかった自分でなんかねそれこそなんていうんですかもう ちゃんとやろうとかって言ってて、先を持ってきてて、線香みんなに渡して火つけて、線香で、やっぱ頭下げましょうみんなみたいな感じで、線香4人で1本ずつ持って火つけて、ストンストンを刺して、4つ刺さるわけですよ。で、き。やることができた感じじゃん。そうそう、星きあって、そしたら、小坂さんが、あ、俺もおもちゃあるって言って、ウルトラマンの、なんか、ソフトビニールの人形を備えて、頭下げて、よし、じゃあ、解散しますかってなって。 過ぎらいでで昼昼しょ昼、うん、どうしますってなって、うん、そしたらゆめろうさんがあの「実はここ僕十何年間13年間住んでたんで、うん、いろいろご案内できるとこあるんです」って言って「うん、あそうなんですか」って言って完全にリーダーシップはもうゆめろうさんがとってるねいやまあそうですね、うん、でそこがなんゆめろうさんがなんかね結構通っていたらしくって当時公園に <laughs> うん公園に通う通うみたいな もうちょっと変わってんすよねイメさんねまあまあお前が言うなって話したけどねは、うん、そこにいる全員に言われたくねえと思うけどいや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 今も,もう「今夜行きましょう」だって行くわけですよほ、うんなら若澤さんが急にね「ちょっと待って」って言って、うん、さっきの一つ目小惣あ辺りで、うん、急に横道それで山の中入ってくるん一人で。 何か,なん,か,なん,かなんかちょっと待ってって言ってだからあれうんちしいくんかなと思って <laughs> もう自由だなちょっと待ってって言ってもう横道取れてもう田んぼの中ズこズこ入っていって普通ダメなんですけどね、うん、田んぼというか畑か畑なんか入っていってそのまま山の奥の方まで聞いていくんですよえどうしたリーダーちょっと待ってでちょっと待ってって,って何も言わずに何も言わずに結構走っていってんですよ結構スピードでどうしたんだろうと思ってみんなついていくわけですよ山奥、うん というか畑の奥行ったらなんかお休みどころみたいなのを作っててあのこういうねベンチみたいなとそうベンチみたいなのを自分で作ってる人がいたんですよまあその作ってる人自体はいなかったんですけどねうんかあかブランコとかベンチとかを要はあの木から1本からもうそのまま自分で切ってもの作ってるみたいってそう日用大工みたいにしてちょっとした公園みたいなそうそうそういうのを作っていてそしたら その人の書き残した意味わかんないメモがあったんですよ。うん、それ、怖いねって話になって。メモ<え>ち,ちょっちゅと。まあいいメモがあったんですよ。うん、これ。立ち分かれ、稲葉の山の峰におふる。<laughs> いや、それ、あれでしょ。メモっていうか、歌でしょ。<laughs> いや、もう俺らは、 これもうメモだと思います。いや、メモじゃないよ。<laughs> これ歌だよ、多分。稲葉ってでも鳥取でしょ稲葉の山って。稲、稲、ほ、あ、稲葉か。稲葉鳥取でしょう立ち分かれ神奈川で鳥取の山の、山の,山の峰におふる。にお、におうるか。におうるか。うん、ってことだと思うけどね。山の峰におうるわかんないけど、こんな、なんかし、詩というか。うん。 ダイイングメッセージを俺ら見つけていやダイイングメッセージではないと思うけどね <laughs> を見つけてあもうこれやべえぞって、うん、この場所やべえぞってなってみんな怖くなって逃げるっていうちょっとっ違う違う違うえすっすげえ気になるの中澤さん何だったの、うん、中澤さんはただこの場所を見つけたからっていうだけです <laughs> 遠くから見てなんかあの木でできたブランコが見えてそれを見つけて嬉しくなって走ってった <laughs> え まあうん、普通さ、うん、見つけ、いや、あんなとこにあれある、うんうん、行ってみようとかな。いや、俺の手柄だじゃないですか、だから。<laughs> <laughs> ちょっと待ってって <laughs> 言い残して、急にダッシュで行くの。あって言って、したら、ついていったら、その先にありました。うん、うわーすげえな <laughs> 誰一人、ちゃんとした人いねえなそれ。いや、まあまあ、そうなの、うん。怖い、怖い、怖い。で、なんか、 そんんな旅だったんですけど、うん、そしたらその夢郎さんが「うん、次はね僕ねあ,のあるオカルトスポットにご紹介したいんです」って言っててすごいねあい紹介するねある公園に行きましょうってなってそれがあの県立座間鳩山公園っていう鳩山公園か座間鳩山公園っていうところがあるんですよで結構広くってねそこがそ、うん、こ,こに行きましょうって,ってなんか土地はね結構あるんじゃない 公園こんな利用されてるんだっていうぐらい子供が遊んでいて大人とねんうんそれって土日とか行った13日何日だろう何曜日だろう13日土曜日ああじゃあまあまあいるかないですけど多、ね、いんですよその日うん、うん、結構いてあまだ公園でこんな遊ぶんだ人ってって思ってでまあまあそこをね探索するわけですよ、うんならまずここ紹介したいんです お何ですかって言ったら、あのー、あるなんかね、あのー、源泉が流れてる、えー、なんか泉みたいなとこがあるんですけど、うん、山のね、うん、でそこの水は飲んじゃいけませんってなってるんですけど、うん、まあそういうところがあってスポットがあって、うん、で僕ねここで手を洗ってたんですって言って綺麗だから、うん、手を水につけてた,つけてたと、うん、そしたらなんかあのー、そこから 手が出てきて、うん、僕の手の上に石のしてきたんです。<laughs> どうぞえっ <laughs> と、手を、うんいい。池、池だっけ。泉。電線が出てくる泉みたいなところ。はい、みたいなところに。手を洗って入れてたところに。そう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 。自分とは違。違う手がそこから出てきて。泉から出てきて。 石を渡してきたんですって夢廊さんに石持った手が出てきたってことそうそうそういうことそういうことうん窓ハンドみたいなイメージあもうみんなそう言ってました窓ハンドだっつって様子を見てきたんじゃないか窓ハンド A は石を授けたんじゃないかみたいな話してて夢廊にそのまますぐ消えたんですってそういうスポットが「ここです!」って言われて紹介されてみんなでパシャパシャ写真撮ってそれがまあまあこれなんですけどこれ 結構そこが浅いどっからここここ中央の四角でね囲まれているところがあって、うん、そこから手が出てきたって言ってこのあの深さでうんこの深さであれ信じてないいやいや信じてるけどあ信じてるんですかうんあじゃあ気合わねえわ<笑><笑>いやいやあのえどういうことかなと思ってその <laughs> だって手だけってことでしょ手だけ出てきた 見えるじゃんだってこれもうんかいたら河童的なやつとかだったらで石を渡してきたっていうことなのかなってそうそうそう四角いこのね源泉がひたひたになってるところから手が出てきてでその石何なのわかんないんですよで夢廊さんも今保管してるって言ってましたあ持ってんだうんんかよくわからないものからもらった石としてんかじゃ指紋とか取ったら面白いんじゃないの石のねままああ そんなこと言われて、うん、あ,あそうですか写真撮って <laughs> えみんなそれぞれどんな感じで聞いてたか、うん、楽しんでんのそれは中澤さんと坂さんは聞いてなかったです、ね、<laughs> そうっすか」うん <laughs> まあやっぱ自分がもう自分のワールドが強いからなあ<う>僕は聞いてましたよちゃんとあ 全全員員分分のワールド楽しししんでままたたよきちょこちょこ入ってったうんしたらそのマップを見たらね「うん、伝説の丘」って書かれてるとこがあるんですよマップ,マップ伝説の丘あ公園のマップね、うん、公園マップに「伝説の丘」って書いてるんですよ、うん、伝説の丘なんてあるって,ってまあね伝説になってなきゃないよね、うん、でえたまたまじゃないけど夢朗、まあ、さんがよく行ってる公園に伝説の丘なんてのがあるんだみたいなじゃあみんなで行ってみようよって,て伝説の丘に。 メロさんじゃ知らなかったんだんあんま知らなかった「伝説の丘」んだろうこれって「伝説の丘だ」みたいなじゃあそんなに有名じゃないんだっイメロさん伝説の丘ってこれどう行くんですか?」っつったら「伝説の丘はねここをちょっと一旦 U ターンしてその山を登っていくんですね」って言ってて「うん、村人 A になってんじゃん」と思って <laughs> <laughs> 本当だガイガイドしてくれてる <laughs> この、これをユターンして、山を登っていくんだよ、伝説の丘には、みたいな。村人になってんじゃん。本当は村人になってる、伝説の丘、初めて言ったな、みたいな。話をしていて、女行きましょうかってなって、勇者一行になった。勇者一行になって、急に楽しくなっちゃって、僕も。パーティー。パーティー。だから、四人のね。タレ。遊び人しかいない。まあまあまあ。で、それで。でも、結局、遊び人がいいんだろうが。最終的に。バスターとか賢者になるから。 ドラクエの話ですドラクエの話は。ドラクエの話ですけどね。ザオリク使えるし結構。イオナズも使えるし。いやもう、おい。いいんだよ。メラゾーマ使えないよ。一生遊び人のパーティーです。中部だけ服。く、これのは。中要員。中澤さんとかでもあの、ドラクエにできそうだけどね。ああ、できそうできそう。キャラクターでもまんま。ね。そう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 。ね。伝説のブ具っぽいし、確かに。僧侶あんな格好だもん。ああ、まあ確かにね。本当だ。 影だけ見ればそそうそう、うん、確かに本当だ。<laughs> でも、まあ、伝説の丘行きましょうってなって行ったんです伝説の丘にね。うん、わーっと。結構坂道で、ね、伝説の丘。うん、で行ってて。でも伝説の丘に関する記述がどこにもないわけですよ。伝説なのに、うん。誰が呼んだか伝説の丘みたいな。<laughs> すごいね。それはそれですごいけどな。ね。よくつけんの伝説の丘から見える風景ですみたいなのがあったんですけど、うん、伝説の丘、 の記述はないわけですよ伝説の丘から見た、えー、風景とか出てき、まあ、綺麗な風景なんですけど、うん、伝説のここで何がされたかが書いてなくてどこにもいやそうってかそれがないと、うん、な何なのってえなのって誰かが最初に言い出して,て伝説の丘って、うん、それはついたのかなみたいな話してて、うん、<laughs> そんなことないでしょまあまあわ、うん、かんないなってなってしたら伝説の丘の記述があってね、うん、奥の方に行ったらあああったんだ大蛇が出てそれを坊さんが沈めたみたいな簡単に言うと その血が「伝説の丘」と呼ばれてるんですよって書いててその記述の書かれた年月日が去年なんですよだからみんなに言われてたんだと思ってえじゃあ最近つ作ったのかなそのそうそうそう,そう去年とか一昨年でした丘っていう伝説の丘の記述はん、うん、あったんでしょうけどそれもうそそそうそうそうそ それを人の目に触れるようにああいう掲示板みたいにしたのは多分2年とか3年前っていうかまああれだねリニューアルかだね、うん、まあね汚くなってきてね<ー>うんっていうのがあってでそのおかんも終わって、うん、じゃああ,、ね、あんまり <laughs> ふわっとした終わり方になってるけどでまあまあ帰りましょうかってなって、あのー、近くの駅まで行ってそっからファミレスで4時間ぐらい話して帰りましたこの後の。うん おのおのってないおのおの帰りましたすごいおのおの帰りまし普通に <coughs> 遊んだって感じだねまあねで <laughs> 僕は本当にその聞いてないでほしいんですけど、うん、みんなに旅をしたね、うん、仲間だしパーティーだから、うん だってもう伝説の顔一緒にそうですよね素の顔ね一緒に踏破した踏破した一向なわけでしょねあのあの伝説のパーティーだしねそうだ誰も彼らのようにはなれんじゃろうと言われたあのパーティーですから僕らはね村人を兼ねてるパーティーで作られてるんだから「銅像とかは作らんでくれい!」っていうタイプですから僕らはいいよもうそういうタイプのパーティーだったから本当に何だ言いづらいですけど もうないと思うえそのパーティーが組むってことあの4人が組むことはもうない。あ、そううん。なんか思い思い。すげえガガつえなって思ったわ。その話だけでも。多分僕だけですよ。お前が一番なんか合わせてる感じだよな。俺はでも嫌われたくないって一心だけで動いてたから。なんその久しぶりに来たと思って。友人だから。 怖くて、うん、そので岸本さんと会った時はもともと僕友達なんて作らないでおこうって思ってたメンタルの中で会った人間だから <laughs> どういうこといや別にそのなんか学校で俺は別にここで友達なんか作る<ー>ために来たわけじゃないからって言って結構立ってたじゃないですか<ー>交流をねみんなと僕はあそういう意味の立ってたねうん、うん、気がじゃなくて、うん、そうそう交流を立ってたから だから結構ダメなところも見てもらって。 最初にね。ダメっていうかま何こいつダメだろうな。何こいつなんかちょんちょん尖ってんだろうと思ってちょっと笑ってたよね。だからそれがあるから別にあのどんだけ悪態ついてもいいわけですよ。最初分かってるからね。でもここでは僕悪態一回も見せてないんですよ。本当にいい子ちゃんで。前結構そうだよね。ちゃんとした感じに見られてるよね。悪口なんて一回も言ってないですそこで。そうなんだ。一回も言ってない。だからもう思いましたもん。あ俺は を出せるのが岸本ささんんん前だだけなそんなことないと思うけど。本当に。あの、いやなんかやっぱり気使ってるのかなと思っその先輩もあるしね、その、年上だから。だって俺すごい疲れてたのに、休みたいって言ってないもん。革靴だったんですよ、山登るとき。いつもの。ああ。そのお前のチョイスが悪い。足がすごく痛かった、俺だって。それは別に動物園ハイヒールで行った女と一緒。 いそれも空気が読めてね女が「スニーカー履いてこいやこの女」みたいなのと一緒そう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 「足痛い」っつってうるせえわゾウぐらいの前でもう入ってすぐらいのゾウぐらいのとこで言うタイプの女と一緒なんですけど足痛かったし休みたかったそれ言ったんですよ一応ね「全部終わった後にはもう最初から疲れましたけどね」って言ってそしたらみんなが「言ってくださいよ休んだのに」って言われてあまあでもあれですよの本当にちょうどいいとこで休めたんで足痛くなかったんですよねみたいなそういう当選発言気持ち悪いやつ なんだろう最、最初の時点で俺も言っちゃうもん、多分。そこにいたら、あの、本当は、あの、駅降りてすぐのステーキ屋で肉食いたかったし、あるよねちょいちょい休みたかったし、あったかいもん体に入れたかった、たくさん。途中ね。おにぎりなんて食いたくなかった。すぐ自販機行ったら、そう、いもん、ちょっと待ってす。ぐ行くのに、行ってないの行ってない、行ってない。で、あの、 あっかいのがが買える自自があって、うん、でそこでイミロさんコーンポタージュ買ってって「あじゃあ俺もなんか買おう」って言って、うん、そしたら三浦さんがうーと来て「何買うか気になるな」って言ってきて「んで気になるんだよ」気になるな」って言われて「俺が変色だからだ」っつって「<laughs> あ<ー>変色だから何」何、ね、じゃあもうコーンポタージュにしようかな」一緒ですね」って言われたんですけど、うん すげえやで、一緒が。<laughs> いやお前、ほんとそういうとこあるよね。一緒だって言われたなんかすげえやで、うん。それが嫌なって、あるよね。急に午後の紅茶に変えて。午、うん、の、ああ、いやいや、ホームポタージュね、飲みたかったんですけど、まあなんか急にね、やっぱいつも買ってるから、これがね、うん、僕もそのどっちかでしたって言われて。<laughs> どっちにしろ。違うやつにすれゃかった。<laughs> どっちにせよ、どっちも夢路の手のひらぐいだったから、うん、違うのにすりゃよかったなと思って。いやー、なかなかだね。うん。いや、本当はね、いろいろ、うん、言いたかった。でも言えない、やっぱり。 だから素を出せないんだよな。でもさ、お前以外はみんなさ、どっちかっていうと素をさ、思いっきり出してる感じじゃないいや、どうなんでしょうね。まだ分かんないから。うん。すげえ自由度高えなって思って聞いてて。もしかしたらむちゃくちゃオラオラ系かもしれないし、みんな。ね、どういうこともっと。いや、ついてこいや、さっさとぐらいの。本当はうん。ほんはね。本当はね。うん。それは、だって、ね、そんな数回しか会ってない人ですから、素を見せるなんて無理だし。だから、 俺無理なんだなと思ったもうなんかああ団体行動が団体行動無理だなと思ってすぐやっぱ気遣っちゃう慣れてないから、うん、嫌われていい団体行動だったら俺何歩でも出せるんですようん、うん、いやもう行きたくない,っていうしそんな団体行動ねえけどな俺だって嫌われたくないから二次会とかあのー、新年会とか参加しねえんだから <laughs> <laughs> ね票票が悪い票が集まっちゃうからね気遣いたくないからねすぐ嫌なんですよね、うん 気ぃ使わなくていいですよって言われるのがまた気ぃ使うし、うん、言われたらより。まあね。うん。だから、俺、多分、これ以上仲良くなれない。あ、そう。うん、このパーティーじゃ、無理。あれうん。みんなレベルアップするのはない。うん、酒場で3人ててパーティーが来てて、うん、で、新しい仲間を集うっつって、って酒場に俺しかいなくて面白いすよ、俺。<laughs> <laughs> 俺やってんのよ。俺入るやつ。俺村人だよ。俺村人なんだよ。旅人じゃないよ、つって。じゃよ、つって。お前県に行ってんじゃねえか。県じゃねえよ、これ、つって。うん。これで、コーヒー混ぜるんだよ。つかで。マドラつかで混ぜるんだよ、これの伝説のマドラなんだよ、つって。いやだからもう、ん難しい。1対1とかあったらいいんすよ、僕。そうだね。中澤さんと1対1はものすごい楽しくて、やっぱり。うん。 あの人ものすごい面白いですしやっぱだから足並み揃えなきゃいけない部分が必ず出てくるからね4人以上とかだとね、うん、じゃあそこだよねでもその辺そうそう全員苦手そうなイメージだったけどな、ね、俺すごい苦手、うん、ああいう行動団体行動みたいなの <laughs> まあまあ、まあ、いいんじゃない別に、うん、でもそういうのをみんな やっってててき今に至るわけだからすごいなみんな普通のねうん我慢してますね普通の人たちはでそれをみんなうまく消化してこう今に至ってるわけだから岸本さんいたら岸本さん返しできるから俺に言ってる感じで言えるってことでしょ分かる岸本さん足痛いって言ってますよ岸本さんあったかい飲み物飲みたいって言ってますわかなわんすねとかって言えるけど ちょっと無理だな俺なかなかね、うん、そこら辺がねいやなんかやっぱみんなあれだよ、うん、オカルト愛が強いんだろうね,ね,ねうん、うん、すごいと思うわすごいと思う、うん、その呼びかけで集まることがまずすごいよまあねそれはすごい絶対クラスで一人もいないと思うよ、うん、その呼びかけ来る人、ね、だからなんかすごいなと思ってうん、うん、なんかありがたい縁とは思わないけど もういかねえから思っとけ思っとけ一応気使っちゃうんだよな疲れちゃうからなすごいまあねあとこういうやつって思われたくないし普段も。もすごい気ぃ使えってさらに疲れるよなそうそうだからもうそれ出したらもうずっとやんなきゃいけなくなっちゃうから気使うのうんそれをやり続けるんだよ父さんだからルーキー用に早瀬見せただけだからチュートリアルの いや別に見あんなんじゃねえそのあとがあるなら俺あんなんじゃねえからマジでもうね本当わ分かりやすいうち弁慶だねでね本当だ恥ずかしいわちょっとダメだと思う本当にダメだよ本当外でもできないとちゃんとえっ悪いとやらんとちゃんと自分らし出せないわ一っじゃちょっとまあまあ出しやすいけどまあその辺はねそういうんかあ俺一番なんか してないなって思った旅でしたね<ー>だからもっと頑張らないとなと思ってまあじゃあ時間あったら呼んでよね、うん、ああ呼びます呼びます俺も楽しみにしてるからなんか岸本がうんこしてっつってんすけど <laughs> <laughs> つっすぐねおい岸本もう帰りてえのか <laughs> 分かった分かったついて帰ってやるよっつって <laughs> 始まって5分ぐらいで帰りますから、うん、いやもうもう着いた時点で解散ってすごいな、うん、それと思って何岸本解散分かった分かった言ってやるよ解散したいって言ってますよ <laughs> 便利に便利使ってもらって全然いいわ子供だな岸本は何カレー食いていくかっているよね子供出しにサインねだるやつとかそう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 いあるからそういう中田さんはなんか岸本がお金欲しいっつってますよ出してくれんのっってね言えるからそうするわついつもいやもう仲良くやりなさいよいやもう無理同じ事務所なんだから難しいわなんか出せない自分はまあまあ ね、今後もあるでしょうから、うん、お誘いは。うん、まあね。行ったらいいよ。うん、うん、そんな旅でしたよ。これ何の話なの一つ目、こその話です。ああ。よかった。<laughs> <laughs> 岸本が良かったって言ってるから、ちょっともう、切っていいすか。<laughs> <laughs> もう、もう十分かな。岸本がいいって言ってるから切るわ。すいませんね。はい、ありがとうございました。